はい、じゃあ筐体の用意も整ったみたいなんで、はい、一応1回目 第1回、ヴァンパイアセーバー大会、開催いたします。はい、じゃあ、予備予選からチャチャが済ましていきましょう。はい、武田さんと、矢島さん、1P2P はじゃんけんでお願いします。あ、ごめん。チキ投げさん。あ、補足されたチキ投げさんじゃないですか。あ、では用意整いましたらスタートボタンお願いします。はい、1P 側が、矢島さんのモリガン、 2P 側武田さんのバレッタと。お互い距離を取ってモリガンが詰めていくがバレンタが追い返していて、さあシャガチューのバスケットを振って、さあモリガン端に追い込んでダッシュからダッシュまで決めて、さあしっかりダメージを投げて、端からバレットが抜けてダークソース発動、さあ一発打ってここで戻す、さあバレッタが詰めていく、さあモリガンまとわりついてまずはバレッタコウモリ1本奪う、さあ砂で、さあバレッタが詰めていくから投げで追い返す、さあバレッタが走り詰めていくがモリガンが抜ける、さあダッシュコース発動 ES で、さあ押し込んでいく、さあ中段からダークに行く、こっそり半分、さあシャドブレーを打ち、中段から入って遊んであげる、勝ったのは、矢島さんのモリガン。じゃあ予備予選2つ目、ネギトロさん対魔人坊さんでお願いします。早いな、わらわら。スピーカーは、ネギトロさんのビシャモン、スピーカーは魔人坊さんのオールバット。ビシャモンとオールバット、トニックでネギトロさんのチームに満点と、オールバットは押し込んでさあ出してアーマーでここを抜けていく、さあちょっとスレベッジ低いところ、スレベッジを当たる、さあ小技ペッてきたらゴマ投げで結構ビシャンの体力奪われる、さあラスからの攻め、からあとマナビルで泡を出して、これはダークコースに入れていくよ、あっさやな、オルバスもダークコースに波乗り、さあうざいタッチ、さあ泡がヒット、さあピッチャーの体力かなり際のところ追い打ちがヒット、勝ち上がりは魔人坊さん。では予備予選ラストですね。はい、シンさん対天地さん。
カップゲーの大会は楽でいいですね。あの一戦ごとでちゃんと終わってくれるんで。SNK のやつだとめんどくせえんだ。ヘッド入って入れ直して。のガロン対するワッティが審議官のリリーズ青を取り返し、投げて起き上がりのバットが入れ替わる。さあチェーンからスミアスランセット、テングで選手を変わる。まずはガロンが体力1本取られる。ダーちゃんダークボス発動、トライス抜けていく。さあこれは立ち合ってリリスが体力1本奪われる。これでルーミナス、このヘビが1本取ったら終わった。立ち上がりは、シンクさんのリリス。はい、では曜日予選も終了しましたので1回戦の第1試合から進めていきましょう。はい、ナンさん対、D さん。パッチとか、ね、パッチがいないんですね。ワンピゴロが、ナンさんも出る。次はリーさんのガードを入れて、ガベル側が近づきたいんですが、レイレイがいいところで追い返して、ガベル側体力結構奪われてる。さあ空中チェーンからちょっと短い話を聞くと、さあベランチェーン、このゲームやっぱ早いな。はい、勝ち上がりは、ナンさんのレイレイ。はい、では次の試合、はい、ユーリルさん対スーパーもちもちさん。ユーリルさん対スーパーもちもちさんでお願いします。さすがセイブアー。早いんだけどね、このゲーム3本にしたらまた全然違うゲームになるんでね。ワンピガが、スーパーモチモチさんのバーレッタ、ツーピガは、ユーリルさんのメリッシュアト。お互い遠距離同士で、しかもバレッタが突っ込んでくる。バレッタが落ち込んで落ち込んで、アドバでフェリシアも追い返していく。バレッタがかなり落ち込んでダメージを奪っていく。
ちょっと広いところになってきたら、さあ、長いようなバスケット。さあ、今度は、右側がちょっと攻めてきた、バーレッタが追い返していく。これはミサイルに飛び込みが噛み合った。バスケット、はい、立ち上がりは、スーパーもちもちさん、はい、では次の試合ギルダンさん対綿貫さん、はい、ギルダンさん対綿貫さん、あ、後ろの方ですかね、側がギルダンさんのデミトリス、別ヒット、メランチェーンを打ち、飛びが通ってシンナルの攻撃力の高さ、マロの体力ゲージ1本なくなる、チェーンワンステップ、バックを抜けて ES コッシュ、さあこれでさあかなり強いゲージ、低いところ飛びが通る、立ち上がりは、ギルダンさん、弱すぎ、わらわら、はい、じゃあ次の試合、えきちゃんさん対矢島さん、えきちゃんさん対矢島さん、ボーリーガン、スピーガーはエキちゃんさんのザベルト、楽しませてちょうだい、邪魔だ、さあ開幕お互いなんか勝ち合った、さあザベルが追いかけて、さあボーリーガンからワークを入れる、まずはワークのスピーガーの中に入って、横切り出して一旦距離を空ける、ですがバーキャンシャドブレー、モリガンが今押していくわ、ダベルもスタートプリで切り返す、さあダッシュからの攻め、バーキダインキック、でダベルやコウモリが一つ飛んでいく、さあダベル押し込んで、モリガンの体力いい感じに削っていく、落ちよトランスケットダップを持って、ストップ、落ちよきよ、マリのトランスもらって落ちよきよ、チェーンが入ってダブルも取り返した、イーエスシャドブレー、結構も強いところにやってしまった、ダブルが落ち込んでいく、ここでヒットからボールがしてます、投げが通る、立ち上がりは、矢島さん、
早い早い、1回戦もう半分終了と。はい、では魔人坊さん対、アラさん。はい、ワンピー側が、アラさんかな。アラさんのリリース、スピーが魔人坊さんのオールバン。バスのラッシュトリックでいるんだけど、ワンセットドアナでペチペチながらも緑ゲージがモリックで続く。さあ、ワンセンでギリスのコウモリが飛んでいく。さあ、押し込んで押し込んで投げる。さあ、ワンセットに入ってロスを奪う。テンポ切り返しに行く。まだ入ってしまって、ポイントレンチェン。勝ったのは魔人坊さん。では次の試合、はい、辰巻真剣さん対黒球さん。はい、まあ大会でね、身内に当たるのはよくあることということで。はい、ワンピー側が、黒球さんのオールバス、スピー側が辰巻真剣さんのデブトリ。デモンフェイドル、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 デモンフェイドル。ポイブレ転ばして、下段チェーンでテントで返す。急な手で叩きつけ、さあ空中ヒット、台で追い打ち。さあ、が入って、ポイブレがデモンフェイドル、一本手を見せている。ナビがいい。転がして泡が入る。入っただけ。さあ、ポイブレ復帰されてしまう。転がして、さあ、オルバスは結構いいのが入ってるんですが、追い打ちがなかなか決まらないので、先にコウモリを奪われてしまう。ジャンプレドル、リバーサー、リバーサー、ジャンプレドル入れてるな。オケランチェン、さあ、ってかじきぶっ飛ばす。さあ、というわけで、ウッズっぽいが出てしまった。さあ、勝ち上がりは辰巻真剣さん。じゃあ次の試合、ゆとりさんと、自分ですね。はい、
元ゲストの高いサイムさんのやつですかね。杉さん、元ゲーセン店長さん対聞こえない、杉さんお願いします。はい、じゃあ次が、元ゲーセン店長さん対新さんお願いします。